このボール一つで洗い物ほとんどいらないんで。こんにちは、料理コラボニストの山本ゆりです。今日は火も包丁も使わない、もうめちゃくちゃ簡単にできる麻婆豆腐を作りたいと思います。もう本当に元使わなくても、料理苦手な人でも簡単にできて、このボール一つで洗い物ほとんどいらないんで、ぜひ作ってみてください。まあ、材料ですね、材料はもう普通にフライパンで作るのと変わらないんですけども、ただ包丁を使わないということで、おネギだけ入ってないです。じゃあ作っていきます。まずこの耐熱のボウルにひき肉を入れます、はい、でここにニンニクと生姜のチューブを入れます。これ生が好きな方は全然もちろんそれをすりおろしていただいた方が美味しいです。でここにごま油小さじ1入れます。小さじ1測ったらぬるぬるになるね、心の小さじで大丈夫です。豆板醤、豆板醤も好みの量で大丈夫です。大体小さじ半分から加減してみてください。私は小さじ1ぐらいでいいかな。ほぐしてなんとなく火を入れます。別に加熱後に混ぜるんで、そんななんとなくで大丈夫です。ではこちらにふわっとラップをかけて、で電子レンジで3分加熱します。で取り出して、これをね泡立て器で一旦こう固まってるのをほぐします。これひき肉ももう全部一緒に入れてチンするバージョンももうやったことあるんですけど、やっぱり一回ひき肉だけ加熱した方がこうアクが水に出なくて美味しくできるので、あえて2回に分けます。でここに残りの調味料を入れていきます。鶏ガラスープの素、合わせ調味料にしなくてももうここに順番に入れていけば大丈夫です。お砂糖大さじ半分入れます。さっきから7ヶ月の息子がめちゃめちゃ声を発してますが、で片栗粉ですね。この麻婆豆腐の失敗で水溶き片栗粉がダマになるっていう方結構多いんですけど、今回水溶き片栗粉を使わずにこのひき肉に片栗粉を絡めて水を入れるっていうパターンでやるので、ダマになることがないです。お味噌、醤油、でここにお水、ここにお豆腐を、はい、ドンとそのまま入れちゃいます。これを切らない理由なんですけど、包丁いらないっていうのもあるんですけど、この時点で崩してしまうと加熱後にこう混ぜてとろみをつけるときにもうさらに細かくもうチリチリになっちゃうんで、もうこの時点ではもう一丁のままボンっていっていただいて大丈夫です。はい、でここにふわっとラップして5分加熱したらもう完成です。ラップをかけるときにピチッとこうかけてしまうとこうパンって破裂してしまうので、この蒸気の逃がす隙間をこう開けてふわっとかけてください。こっちが開いてる状態です。でもうこれはあとそこに片栗粉が溜まっているので崩しながら混ぜます。じゃああとはもう盛り付けて完成です。さっともっと崩しよう。
ちなみにこのボール、この片栗粉の入り具合でこうボールの底に溜まった時は気にせず上だけ混ぜてください。で、これ好みでラー油かけて、で、こっちも好みですね、山椒。はい、じゃあ麻婆豆腐の完成です。じゃあ、作ったものをいただきます。はい、めっちゃ美味しいです。すごいご飯に合う味なんで、ご飯にかけて麻婆丼にして食べていただいてもいいので、ぜひ試してみてください。いかがでしたか。次回は食パンの簡単なアレンジレシピを紹介します。また見てみてください。ありがとうございました。あれ、やっぱママって言ってんのかな。ママって言った。日曜夜はテレビで情熱大陸。